ドイツ連邦軍山岳兵の山岳棒。山岳棒とは、オーストリア・ハンガリー帝国で軍用の戦闘棒として、考案された帽子である。ドイツ語では、スキー棒、灰色棒などとも呼ばれる。現在まで様々な国で軍隊をはじめとする初期間に、広く使用されている。あらゆる天候で着用しうる帽子として設計されており、もともとは、フェルトや毛織物の布地から作られていた。 その後、発水性を高めたり汚れを防いだりするために、テント布の、の大野綾ふ、モールスキン、ゴム引き布などを用いたものも作られた。三日月型をしたひさしは芯などで補強されていることが多い。天井部分は丸く裁断されており、概ね平坦である。耳や首を保護する。 折りたため式の王位を備えるのも特徴である。これを大きくして、防寒性を高めたものも多く、例えば、フィンランド軍が採用した M36 や戦0号では、広げた王位の裾を外頭に押し込み首元まで保護することができた。また、強風時などには王位を押し下げて、顎紐の代わりにすることもあった。畳んだ王位は、棒の前面で止められている。固定には、 金属ないしプラスチック製のボタンが用いられることが多いが特に民間の商品では取り外ししやすいピンなどが用いられることもある。現在では多いが簡略化され実際には広がらない装飾になっているものやそもそも設けられていないものもある。第二次世界大戦中、ドイツ国防軍は山岳棒のデザインを取り入れた戦闘棒を多数考案した。 これらは生産性を高めるために材料や裁断方法が改められていた。第一次世界大戦中に撮影されたオーストリア・ハンガリー帝国軍の兵士、山岳棒を着用している。1868年、オーストリア・ハンガリー帝国軍の新しい野戦軍装規定において、不評、砲兵、騎兵共通の野戦棒として山岳棒が採用された。この時点で、 特徴的な防寒王位を備えていた。1871年、久しを川で補強した新型野戦棒が不評及び砲兵向けに採用された。ドイツでは第1次世界大戦後民間のスポーツ用品として持ち込まれたことで普及が始まった。第二次世界大戦直前には緑灰色の山岳棒を軍が正式に採用している。1941年、 ドイツアフリカ軍団向けの装備として、山岳棒のデザインを踏襲した野戦棒が採用された。1943年、これをさらに改良した M43 野戦棒が全軍共通装備として採用された。1945年の敗戦後、多くの福音兵らが、緩急品の野戦棒を作業棒に転用し、使い続けたほか、民間では様々な山岳棒の製造、 販売が行われた。現在でもドイツの農家や林業者は作業棒として山岳棒を使用している。1949年に西ドイツが建国されると多数の政府及び民間団体が作業服の一部として山岳棒を採用した。現在、作業棒としては野球棒も広く使用されている。ドイツ連邦軍ではベレー棒が普及するまで、 三角棒のデザインを受け継いだ略棒が広く使われていた。現在では三角兵部隊が伝統的な三角棒を着用するほか三角棒のデザインを取り入れた作業棒が全軍で広く使用されている。フィンランド国防軍においては1936年に M36 や戦棒として採用された。M36 には色や布地の違いによるいくつかのバリエーションがあった。 1939年には細部を変更した M39 や戦防棒が採用され、以後長らく使用された。1991年には、明細が施された M91 や戦防棒が採用されている。中毒合作の一環として実施されたドイツ人顧問による軍事指導の影響を受け、民国24年に交付された陸軍複製条例により、山岳棒が 国民革命軍の装備として採用された。キジ色は、軍服と同様に黄土色が指定され、青天白日の帽子を取り付けて着用した。ローラン・ミローゼ、インハンターソンでツバイトン・ベルッケリングス、バーラグ・カール、ハインツ・ディス・スバーガー、ドゥセルドーフ、ISBN3 から924753から 27X、S48。ありがとうございます。